ジョージ・レーモンド・リチャード・マーティンは、アメリカ合衆国の SF 作家、ファンタジー作家、編集者、テレビプロデューサー、脚本家。ニュージャージー州、ベイヨン生まれ。ノースウェスタン大学卒業。SF 作家としては、ジョン・バーリーや、マイクル・ビッショップ、ボンダ・マッキン・タイアラと同じく70年代に気を吐いた、レイバーデーグループの一員に数えられる。ジョージ・ RR ・マーティンと表記されることが多い。 ジョージ・ R ・ R ・マーティンは1948年9月20日、ニュージャージー州、米4にて生まれる。幼少期のマーティンはコミックブックの熱心な読者、収集家でもあった。ハイスクール在学時、編集部へ送った手紙がファンタスティック・フォー・20に掲載された。マーティンはこの手紙が注目されたことで、作家になることを考え始めた。1970年代初頭マーティンは短編を、 執筆し始めるが、プロの文筆家としての道のりは容易ではなかった。しかし彼はくじけず、後に、いくつものヒューゴー賞やネビューラ賞を受賞するようになる。ヒューゴー賞、ネビューラ賞に、ノミネートされた、最初の作品は、1973年アナログ誌に、掲載された短編ウィズモーニングカムズミストフォルである。この作品は両賞を取り逃がすが、マーティンは、 さほど深く気にすることもなく、ヒューゴーネビュラルーザーズクラブに加わることは、自分にとって十分に大きな実績だと捉えた。彼の作品の多くは、ファンタジーやホラーであるが、初期のいくつかの作品に、先世界、または、ザ・モンドールムとして知られる、共通の世界観、未来史を舞台にした、サイエンスフィクション作品がある。またポリティカルミリタリー作品も手掛けており、 ハリー・タートル・ダブ編のアンソロジー・ザ・ベスト・ミリタリー・サイエンス・フィクション・オブ・ザ・トゥエンティース・センチュリーに収録されているナイト・オブ・ザ・バンプ・イヤーズなどがある。1980年代に入り、彼はテレビの場にもその活動を広げ、また編集者としても動き始める。CBS のテレビシリーズ、トワイライト・ゾーンや美女と野獣 TV シリーズの脚本に参加し、モザイク・ノベル。 ワイルドカードアンソロジーの編集を行っている。また、ガードナードゾアと共同して、クロスジャンルアンソロジーの編集も行っている。1991年になってマーティンは再び、長編小説の執筆を開始し、1996年、ハイファンタジーシリーズ、氷と炎の歌の第一巻、七王国の玉座を上司する。バラ戦争やアイ相ン法に着想を得た、このシリーズは、 2016年の段階で全7巻を予定している。第4巻、ランカラスの共演は2005年ニューヨークタイムズやウォールストリートジャーナルのベストセラーランキングのナンバー1となり、2006年にはクイル賞や英国幻想文学大賞にノミネートされた。このシリーズは多くの著作家や一般読者、批評家により高い評価を得ている。第5巻、 リュートの舞踏もまたニューヨークタイムズなど数々のベストセラーランキングのナンバー1となっている。2011年からは HBO において氷と炎の歌に基づいたドラマシリーズゲーム・オブ・スローオンズが放送され2019年5月に全8シーズンで完結した。マーティンは制作葬式及び脚本家としてこのシリーズに参加している。マーティンは ジャーナリズム学の講師でもあり、チェストーナメントのディレクターも務めている。また趣味として、中世を題材にしたミニフィギュアや、そして現在にも続くコミックブックの収集を行っており、その蔵書にはスパイダーマンやファンタスティック4の初版が含まれている。彼はインターネットに対しても意欲的であり、私は E メールやインターネットに使っているマシンとは、 完全に別のマシンで執筆を行っているため、ウイルスやワームなどの悪夢やある程度の備えをしている。私はジュンドスマシン上でワードスタル4.0を使い、執筆していると述べている。2021年2月、HBO のために、ロジャー・ゼラズニーのロードマークスの映像化を制作すると報道された。批評家は、マーティンの作品を暗く冷笑的であると評している。 長編としては、第一作となる、Dying of the Light は、惑星軌道の異変により、太陽が遠ざかっていき、ほとんど廃棄された惑星を舞台とし、以降の作品のトーンの多くを備えている。この作品、及び他の多くの作品は、抑うつ的な雰囲気を持っている。登場人物は、しばし苦境に置かれ、トラジックヒーローの要素を持つことが多い。評論家 t m ワグナーは、マーティンは、 シェイクスピア的な、度を超えた悲劇への系統を持たないとは言えないと、記している。この意味つさを受け付けない読者もいる。ザイン・コアタスグループは、もしあなたが、この本に、楽しさが欠けていることで困惑するなら、あるいはもっと安心して読めるものを求めているのなら、別の本を読んだ方がいいだろうと記している。彼の描く登場人物は、多くの面を持ち、複雑な過去、動機、野望を持つ。 パブリッシャーズ・ウィークリー氏は、氷と炎の歌シリーズについて、登場人物が複雑な面を持つため、読者は、ボリュームのある動書でもページをめくる手を止めることはない。それは、作者がトールキンやジョーダンのように、私たちを登場人物の運命に引き込むことに成功しているからだと記している。どの登場人物も、非現実的な幸運は与えられず、一方で、不幸や苦痛、 残死が主役、脇役の区別なく、読者の愛着も問わず、あらゆる登場人物に降りかかる。マーティンはこのことについて、ストーリーに深みを与えるために必要だと説明し、私の描く登場人物が危険にさらされたとき、あなたにはページをめくることを恐れるようになってほしい。そうなれば、あなたは最初から真剣に本を読まざるを得なくなると、インタビューで語っている。 クラリオンウエストで指導を行う1998年マーティンは、また SF 大会の常連出席者であり、ファンとの交流に積極的であることで知られている。自身の公式ファンクラブブラザーフットウィズアウト、バナーズとも良好な関係を築いており、パーティーや事前活動の場において彼らを称賛した。2006年12月生会員が1000名を超えたと、 公式サイトで発表された。一方でマーティンは、ファンフィクションに対しては強く反対する立場を取っており、それらは著作権の侵害であり、また作家志望の者にとっても有害な経験であるとの見解を表明している。彼はどんな知的財産に対しても、二次創作での使用許可を与えていない。7王国の玉座から1997年同化スショー、2003年。 イグノータス賞翻訳長編部門受賞、狼たちの戦記から1999年ローカス賞、受賞権嵐の第地2 0 0 1年ローカス賞、2002年、下半賞ファンタジー部門ランカラスの共演流との、舞踏冬の強風。ありがとうございます。